はい、皆さんこんにちは松本武文です今日はですね入浴会場の影の主役というお話をしようと思います入浴会場のねプロのことを私プロフェッショナルと呼んでますけれども、えー、今回はですねその技術とかですねその人に着目するんではですね、えー、ちょっとハード面につ,ついてお伝えしようと思います実はですねこの浴槽なんですね えー、これは、まあ、青森ひばの浴槽木製の、ね、浴槽を使ってますけどやっぱりこういうお風呂はね「気持ちがいいです」ね、えー、履いてて「ああ温泉に来たような気分だ」ってなっていただくのでそれも素晴らしいんですけれどもそのね、あのー、ちょっとねメジャーを当てると分かるんですけどもね、えー、深さ、ね、55cm ありますはいでその浴槽をドンと置いた状態ではないんですね実はね半埋め込み式浴槽といいまして。 浴槽の縁をね外から測るとね、40センチ40センチの縁と入ると55センチの深さっていう状況ちょっと思い浮かべていただきたいんですねこれが半埋め込み式浴槽と言います浴槽の種類はまあ大きく分けてこの4つぐらいあるんじゃないかなと思うんですけれどもドンと置いた状態のこの末置き式浴槽っていうのがありますねまずねはい、えー。そうするとまあ末置き型ですのでドンと置いて高さが 60センチぐらいありますので、えー、それを踏み越えるということになると結構大変な入り方になりますね自立の人でないと入れないというお風呂になるかと思います、えー、同じようにですね今度はねじゃあ高くない方がいいのかというと完全な埋め込み型ですねはい、埋め込み型浴槽っていうのがありますねこれは0センチですね0センチなんですけどもここの0センチになるためには自分がまずは低く、えー、床に降りないといけないという ような形になるかと思いますねもう一つはちょっと半分埋め込んである状態半埋め込み式浴槽と言いましてだいたい40センチの高さに合わせると椅子が置けますね椅子はだいたい40センチですので椅子を置くとちょうど浴槽の縁と合って入りやすいこういうのを在入浴と言いますね、えー、もう一個はですね えー、落とし込み型といってですね完全に埋め込んではないんですけどもあちょっとだいぶ低めにね、えー、埋め込んでしまっている状態これはですねちょっと入りにくいですね落とし込み型というお風呂もありますけれどもおすすめはやっぱ半埋め込み型浴槽ですね、はい、そうするとですね先ほど言いましたように横に椅子を置いた状態で 在入浴ねこけ、えー、ずに入れますし安定して座った状態で足から入っていくっていうまあ入浴のスタイルができるんですね、えー、これがおすすめでこの設定にしてあげることで、えー、もうお風呂諦めてたという人がまた入れたってなるんですねはい、えー、非常に、えー、素晴らしい環境設定だと思います。 介助、まあ、する方はね浮、えー、力を利用したりしながらですね、まあ、必要がある方は浴槽の出入りを手伝うというような形であまた入れた温泉でも行けるかもってね思って元気になってもらえる方がたくさん出てくるというのが、まあ、この設定なんですね。はい、ですので入浴介助はこの腕だけじゃなくてやっぱりこの環境設定がとっても大切だということもね知っていただけたらなと思います。 だからですね、この半埋め込み式の浴槽というのを持っている施設はですねラッキーだと思ってですね是非ね、まあ、その方にとって気持ちいいお風呂っていうのを考えながらね、えー、日々ね解除していただけるといいなと思いますし、えー、それがないんだってね。 ないところは大体どういう設定になってるかっていうと大体埋め込み型のお風呂ですねジャブジャブジャブとね、えー、もう歩行自立の人しか入れないっていうお風呂の設定とちょっとでもね介助、えー、が必要な方はウィーンジャブジャブジャブっていうね、えー、まあ機械特浴って言いますけども機械式の浴槽になってしまうともうこの2択しかないので元気な方は埋め込み式のお風呂ちょっとでも 解除が必要な方は機械式っていうねこういう二択になってるところが多いですね、えー、ぜひねこの半埋め込み型の浴槽っていうのを用意されてその中間でね結構入れる人がたくさんそこにおられますので自立化 機械化っていうだけではないその間の方をたくさん入れるっていうのはこのお風呂の設定ですねはいでもこんなお風呂ないんだっていう方はねおられると思いますこの半埋め込み式浴槽っていうのをフラットな浴室に入れようと思って結構大変なんです大掛かりな工事が必要で浴室をちょっとね掘ってね 半埋め込み式浴槽をドンと導入しないといけないですので結構2階の浴室なんかでは難しいって言われたりしますしねこれはねリハビリデザイン研究所というところが提案してる方法なんですけども。えー、掘らずに ねえー、かさ上げですねすのこで揚げた状態で半埋め込み式浴槽を入れてていいまますすよっていう施設もありますね、はいえーまあ、これぐらいの設定でもやっぱ100万円ぐらいかかっちゃうそうなんですけれどもまあ大掛かりな何百万ってかけて工事するんではなくてこういう気持ちいいお風呂っていうのは十分準備できますよということなんですね。 まあこれはね、私がアドバイスさせていただいている施設の例なんですけれども、えー、半埋込み式浴槽を手作作りででったっていう例ですね、えー、ブロックとね酒瓶のケースでね、えー、手作りで作ったんですけれども、えーまあ、4 0ンチの半埋め込み式浴槽ですね。はい、でこれを、ね、ずっと続けるっていうんではなくてですねこれで入れる方がたくさんいたっていうことを証明すればね、えー、先ほどのように、まあ、施設長に言ってね工事してもらって半埋め込み式浴槽の人でこんだけ入れる人がいます ますよっていう風にですね。えー、まあ、証明しながらですね。ま、実際回収してもらうっていう方法もあってもいいんじゃないかなと思いますね。ま是、あ、非ね。半埋め込み式浴槽で解除してみたいけど、うちにはないっていうことはね。私でよかったら相談にのりますね。どんな環境設定がいいだろうっていうことね、えー、ぜひご連絡ください。今日は入浴解除の影の主役半埋め込み式浴槽について紹介しました。今日は以上です。ありがとうございました。 さようなら。チャンネル登録もよろしくお願いします。